とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 Y ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は最強召喚メダルランキングやっていきます。アップデートで召喚メダル結構増えたよね。その新しいメダル、そして昔のメダルも入れてトップ5を発表します。それでは早速いきましょう。それでは第5位です。第5位が2体います。まず2体紹介するね。まず1人目、エルゼメキア、そして2人目マゼラボルトです。この2人なんだけども、エルゼメキアの方が攻撃力は若干低いです。マゼラボルトの方がダメージは出せる。でも攻撃の範囲だよね。範囲はエルゼメキアの方が広い、マゼラボルトの方が狭い感じなのよ。で、入手はしやすいよね。どっちともまあ1回戦えば1個は出るぐらいのドロップ率なので入手は簡単だと思います。でも俺としてはね、エルゼメキアの方を入れててほしい。見た目もいいし、あのハートのでっかいのが出てくるとちょっとなんか嬉しい気分になるのよね。なのでまあエルゼメキア、マゼラボルト、使い方としては一緒の感じだけども、エルゼメキアの方をどちらかというとおすすめします。とりあえず第5位はこの2人ですね。それでは第4位、第4位はゾディアライアです。第5位のマゼラボルト、エルゼメキアよりもダメージがちょっと上なんだけども、範囲が広い、ほぼほぼ画面全体と思っていいぐらいの範囲を攻撃するので、打ちこぼしがないので雑魚敵でもだいぶ使えますし、ボス戦でも全然使っていける、そんなキャラだね。まあ入手はちょっと難しいかな、エルゼメキアとかに比べると。うん、戦っても出ないこともあるんだけども、まあ出るときは2ついっぺんに出たりとかするので、まあそこそこおすすめの召喚メダルです。第4位ゾディアライアです。それでは第3位です。第3位はマゼラタイタンです。ラスボスだね。うん、やっぱラスボスは召喚されても強い。攻撃力としてはゾディアライアの倍ぐらい、うん、2発当たるのよね。2発当てれればゾディアライアの2倍ぐらい、でも1発だったらば、ゾディアライアと変わりはないぐらいのダメージだね。うん、範囲としてはゾディアライアの方が上だけども、単純に威力を出せるっていうことで第3位にしてます。第3位はラスボスマゼラタイタンです。それでは第2位、第2位はナイトメアレディです。もう安定の強さ、こいつは安定の強さです。昔も今も花子さんでもいいんだけども、花子さんはレベルがちょっと低めなので、まあレベルの高いやつが出るナイトメアレディをおすすめします。威力としてはまあそんなにないね。一発の威力はラスボスとか、ゾディアライアに比べて3分の1ぐらいのダメージしか出ない。でも連続ヒットするのよ、うまいこと連続ヒットする。まあ連続ヒットしなければ大したことないけどもね。でも今回ボス結構でかいやつとかが多いのでガシガシ当たります。もうダメージとしてはダントツトップのキャラクターとなっております。まあこれ間違いないですね、今も昔も。第2位はナイトメアレディです。それでは第1位です。第1位はこれダントツだね。
ダントツでこれがいい、爆食メダルです。この爆食っていうスキルがついてるメダルはまあいくつかあるんだけども、俺はね無慈悲団長をつけてます。ステータスの上がり幅が、35% アップだね。まあ爆食いろいろあって 20% とか10何%とかそれぐらいしか上がらないやつがあるけども、20% アップぐらいだったらばちょっと微妙です。 30% 以上ぐらいになってくるとめちゃくちゃ強くなるのでおすすめ。この無慈悲団長に関わらずレジェンダリーだったらば上がり幅が高い気がする、うん、レジェンダリーは高い。でもどうもね話によるとゴルゴーンの爆食は 40% 超えるらしいのよ。なのでそれが一番いいんだけども、まあなかなか出ないので、これはこれでね妥協してるんだけども、まあ最終的には欲しいよね。ただこの爆食メダルをつけるのであればお金がね結構必要になってくる。中盤とか序盤で爆食をつけるのはおすすめしません。もう全クリをしてお金が全然余裕だっていう時につけるといいと思います。本当にお腹が減る。3回ぐらいダンジョンに潜ったらばもう食べ物ゼロになるから、それぐらいお腹減るので、まあそこだけ注意です。お金はガンガン減っていくので、お金に余裕がある時に爆食メダルつけましょう。まあつけてしまえばむちゃくちゃ強い。もう必殺技の威力が全然違うから本当にめちゃくちゃおすすめです。爆食メダル、まあ入手は難しいかもしれないけども取るように頑張ってみてください。第1位爆食メダルです。はい、ということで今日は召喚メダルランキングでした。まあ5位から2位までは、まあ、召喚して戦わせるタイプだったけども、1位はちょっと違う感じになりました。でもこの1位本当にダントツで強いから、まあやってみてください。それではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画そして妖怪学園の動画も出してますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。